これは強敵だなもっと冷静になることですさあ、行くぞどう料理してやろうかな。うレッツエンジョイジアブカさあ、今日も取っていきたいと思いますね、えー、ゴリ先生の大人のソロ版教室二十四回目、6級ありざんですね えー、還元、いよいよ出てきましたね、ねえ引いたら戻す、えー、還元、ここ勝負、まあ、子どもたちに教えるときは勝負なんですけども、えー、大人のそろばん教室ですからね、えー、まあ、まあ,あの大丈夫かなとは思いながらも、えーまあ、還元、急立証 ここはしっかりちょっと、しっかり仕組みを理解してもらえるような動画にしていきたいと思います。この大人のそろばん教室はですね、アマゾンとかで売ってる、この一度から出てますね、大人のそろばんドリル。この流れ、この流れに沿ってですね、お話しするんですけど、ただやっぱり紙媒体って薄いですよね、入れれる情報ってやっぱり限られてますから、補足の動画を、 見ながら、えー、このドリルの流れの、えー、濃さは10倍ぐらいを目指して、で、えー、補足をしたり、あとは、ゴリ先生の個人的な考えを入れ込みながらですね、動画とこのテキストさえあればですね、安全一級、全国集団連盟の安全一級を目指していきましょうという動画で です。えー、ぜひチャンネル登録してくださいね。はい。えー、じゃあ、還元ですね。還元。えー、ちなみに、還元とは、えー、というふうにネットで検索してもらえればですね、まあ、元に戻すであるとか、で、使い方の例は、えー、利益を還元するとかっていう、えー、お話になっておりますよね。で、還元。まあ、割り算の場合は、えー、大きめに答えを置いても、もう、 えー、答えが、入れた答えが間違ってても、大きめに答えたも、えー、大きめに入れた答えに関しては、えー、計算をやめなくても、えー、計算に戻せるよ。計算に戻って大丈夫だよというような、そんなような、あの、イメージで、えー、見といてもらえればいいのかなというふうに思っております。まあ、実際にやっていきましょうか。えー、354。 まず354置きますね。割られる数向かって左側ですね。さあ、えー、問題をたる指は、えーごめんなさい、先頭、えー、一番位の大きなところに置くと、えー、必ず指の上には数字、1から9の数字が入ってますからね。じゃあいきますね。えー、3の中に割る数の59の線と5があるかどうかを見比べるんですね。 で、この還元のやり方って、えー、後々、さっき冒頭に話したみたいに、このチャンネルはテキストと、えー、動画を見て最終目的は、えー、 えっと、ごめんなさい。暗算検定の一級か。暗算検定の一級を目指すんですね。で、割り暗算の、えー、一級となると、まあ、5桁割る3桁とか、5桁割る2桁とか、4桁割る2桁、えー、というような問題になりますから。で、5桁割る3桁、えー、右か割る数の3桁ですよね。えー、これ、なかなか、えー、しんどくなってくるんです。 で、その時に、この還元、この還元の考え方というのがですね、ものすごく生きていきますから、あの、ぜひぜひ、まずは一回、そろばんのやり方。で、今回も、この3桁割る2桁を暗算のやり方で、後ほど説明しますからね、えー、すごく大事になってきます。まず、そろばんのやり方ですね、問題354を置いたら、えー、指は先頭に置きます。えー、指の上の3の中に、 えー、割る数の59の線と5があるかを見比べるんですね。で、ないですよね。で、実際、まあ、いいか、暗算の時に話しましょうね。で、ないですね。で、今度は、えー、35、もう必ずないってやったら次は必ずあるんです。なぜなら2桁の中に1桁は必ずありますからね。35の中に5の、5は R ですよね。35の中に5は何個あるか。 7個ですよね。7個あるんです。で、答えを置いたら指はすぐ右ですね。で、75、35、1の位から、1の位からまっすぐ下ろしていきます。で、7×5、7×9 をやらなければいけないんですね。で、7六63。これがないんですよ。で、要はどういうことかというと、354の中に59は7個もないんです。 59は7個もないんです。350の中に50が7個あっただけで割り算は354の中に59が何個あるかを答えなきゃいけないんですね。 ということは、あ、350の中に50は7個あったんだけども、354の中に59を探したら7個もないんだ。あ、じゃあ、計算間違えてもう一回やり直そう。では、ないんですね、えー。答えを大きめに置いてますから、えー、いや、計算に戻れるんです。ただ、戻れる時のルールは、えー、還元。 えー、答えを引いたら戻す。必ずここに引いたら戻す。えー、答えを1個減らすんですね。7では大きかった。7個もないから、その次の6個じゃどうだろうって確認するんですね。で、えー、7個なかった場合に1個減らして、で、9で、59の、えー、9で引けなかったわけですから、その前の5を戻してあげるんです。で、それで読み直し。新しい答えが6ですよね。で、引けなかった9。 654という感じになって答えが6ですね。 これが歓迎、ソロばのやり方ですね。二、えー、問目、もう一度いきますね。えー、割られる数をソロばに置いたら指は割られる数の先頭。えー、先頭っていうのは一番、一、えー、1から9が入っている一番大きな位のところです。で、指の上の数字1ですよね。1の中に2を見たらないんですね。ない1回やったら必ずあります。今度は16の中に2ですね。R ですね。16の中に2は8ありますよね。 一回置きます。要は、百六十の中に二十は八個あるわけですよね。で、確認します。当然、百六十の中に二十は八個ありますから、八二十六、次、まっすぐ下ろして、えー、八 え、8×8 ですね。葉っぱ60しなければいけないんですけど、もう残り8しかないんです。あ、じゃあ、これはどういうことかというと、168の中に28は8個もないんだということなんですね。160の中に20は確かに8個あるんだけど、この割り算というのは168を28で割ってますから、あ、そうなると8個もないんだ。じゃあ、 答え間違ってたな。やり直そうではなくて、えー、還元を使えばそのまま継続してできるんですし。えー、計算をですね。その代わり、引いたら戻すをやりますよ。答えが8大きかったんで、1個まず減らしてみましょうと。えー、そして、減らしたら戻すです。8割、えー、割る数の28の8で引けなかったので、その前の2を戻してあげますと。 で、えー、これで読み直しですね。け、え、7×8、ー。7五56ですよね。7五56。あれ ?7 十56。28。まだないんだ。そう。還元って必ず引けるまでやり続けますから。一、えー、1回だけやったらではないんですね。あ、百、えー、160度の中に20は8個あったから8を置いたんだけど、えー、で、八、えー、8はなかったと。 じゃあ、1個減らして7。あ、7個もないんだ。まだ大きいんだ。そしたらもう一回やればいいんです。答えを引いて、引いたら戻すですよね。え、8で引けないですから、え、8の前の2を戻してあげる。 で、新しい答え6ですね。で、引けなかった,が、えー、引けなかった数字は8。6、8、4、18ですね。で、1の位が割る数が2桁なんで、ここだと。まあ、あの、テキスト持ってる方は、魔法のシール持ってますからね。えー、こんな感じですね。6、2、12、6、8、十8と168。はい、えー、こんな感じなんですけども、じゃあ、暗算に活かしていきますね。まあ、実際に、えー、暗算の時、 まあ、紙ですからね。紙で、えー、見るだけですから、そろばんにはないんですけど、えー、どこでイメージ化するか。暗算ってイメージ、この数字、3 5 4五5 9を、玉、えー、のイメージに変えていくんですけど、えー、どこでイメージ化するかっていうとですね、まあ、あのー、もう35、三十そうですね、354。まあ、 何個あるかを探しに行くとき、えー、まあ、3桁引く2桁で、同じ59の割,、えー、割る数の2桁を先頭から見たときにない段階で3、3引く2、えー、ですから答えは1桁なんですけど、えー、の、この、このときに同じような、じゃあ、354の中に59が何個あるかを暗算で探しに行くんですね。まあ、 3桁の中に2桁が何個あるかってギリギリできるんですよ。ただこれがですね、えー、4桁だった場合、4桁だった場合、えー、4桁の中に、えー、例えば、えー、3桁の答えを探しに行くであるとか、えー、5桁の中に3桁の答えを探しに行くっていうときは非常にちょっとわからないんですね。あのー、 例えば3桁、この354の中に59、えー、6個かっていうのは、なんとなくもしかしたら分かるかも分からないんですけど、あのー、この割る数、割る数の桁数が3桁になると、えー、4桁の中い3桁を探しに行くって結構しんどいんですね、直感で、えー、6個とかっていうのは。じゃあどうするかというと、同じようにやっぱり割り算ですから、先頭を見比べるんですね。で、3の中に、 えー、5がない。で、35の中に5があるんですね。で、えー、7個。もう、ここの、えー、削っていくときにもうこれ、この、玉のイメージに変わってますね。354が。で、7を置いて、7書かないんですね。で、7530が、 次、七六、もう、七五三十五引いた時に四しか残ってなくて、頭の中では七六十三が引けないと。だから、さっきの還元と同じ考えなんですね。頭の中で一回六置いてみるんですね。まだ答え書かないですけどね。で、六置いて、ここで三五四が玉の、引く時に玉のイメージに変わってますかね。で、六置いて、六五三十、六五四十、えー、六五十四、あ、引けるんだな。だから六なんだな、というような、えー、そこで、 答えをもう6って書いちゃいますね。そんなイメージですかね。で、次、下の問題。弾、えー、けるまで歓迎をするパターンの暗算の時ですね。えー、これも、えー、実際紙、紙の中に、えー、答えを探しに行くときも、この数字の168 っていうのが、えー、玉のイメージに変わってますから、まず、当然、えー、1の中に2がない、16の中に8個、8に16、8波6十しも、 8に16って頭の中ではこの状態になってるんですね。で、8は64引けないっていうのが頭の中にあって、次7試しに行くんですね。で、えー、7に14、7は56、えー、これもないなと。で、7じゃなくて、今度は6ですね。で、六に二あ6に12、6は48と。 えー、6はじゃ死けるな。だから六なんだな、というような、えー、感じでいくんですけど、あのー、九が上がってくるとですね、あのー、実際、えー、八 8, 8に十六引けるんですけど、最後、えー、8波64でし,したよね。8六十4で、一のくらい見ると、えー、8六十4なんで、六十四の四じゃなければダメだ。 えー、例えば、じゃあ、7だと。えー、に重視し、引けて、えー、は五56、あ、違うなと。で、えー、そうやってこう、 9、9が、もう段位位いになってくると、そういうような考え。あ、じゃあ6は48の、十8の八1の位。必ず、えー、割り切れる場合はですね、割り切れる場合は、一、え、のー、1の位で探れますからね、えー。そういうような考え方はまた、後々話しますけども、まずは基本をしっかり、えー、覚えてもらって、暗算でやる場合も、も、えー、引いてく、えー。何個あるかを探しにくって、 探して、えー、それを引いていくときにはもう168がこの玉のイメージになってると。で、8個、8に16、8、6、十四あ、8二16でも八8しか残らないんでダメだな。7、えー、7に14、7は56引けない、ダメだな。6, 6, 2, 12, 6 8,、6に12、6八4、十8いけるんだ。じゃあ、えー、答えは6だな。書けばいいや。というような。 あの頭の中で暗算はやっていきますかね。あのこのように。桁数が増えた時にですね。あの割る数の桁数。ええー。全国取材連盟の一級の暗算は。五桁もしくは四桁を。二桁もしくは三桁で割りにいきますから。あの。なかなか。例えば三桁を。二桁。ええー、三百五十四の中に五十九。六、えー、個。 ま、直感でなんとなく2桁の場合、え出る、え例えば3桁割る2桁だったら直感でえ1桁ぐらいの答えだったらパッと出せるかもわかりませんけど、5桁を2桁で割る、もしくは5桁を3桁で割っていくと、なかなかえ直感ではできないと。そういった時のこの還元の考え方、先ほどやったみたいな還元の考え方、非常に重要になっていきますからね。えぜひ、あの、また次回もよろしくお願いします。はい、今回も最後までご覧いただき あまましりがとうございますす感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイ Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください